どうも元気マンです。皆さん元気足りてますか？いや元気がないということで、今日も元気を届け、農業の楽しさ、素晴らしさを伝えていきたいと思います。今日は秋の野菜、白菜を植えておけということで、白菜を、植えていきたいと思います。実はですね、元気マンコロナにかかってました。いや本当に辛かった最初の2日間で、そっからね、だんだん体のね調子も良くなってきて、今畑に戻ってきたんですけど、いやマジできつい。そして今めっちゃ痩せました。元気マンめちゃめちゃ痩せました。そして元気もちょっとなくてね、はい、そんな 1、2週間を、過ごして、やっと畑に戻ってくることができました。またこれからも、元気よくやっていきたいと思います。それでは、白菜の植え付けやっていきたいと思います。まあ、こんな感じで僕は人力で畝を作るので、だいたいメジャーでパッと引っ張って 50m ぐらい引っ張って、で、あとはそこに、横のね土をパッ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 と、こういうなんか生まれみたいなので、僕はこれをめっちゃ使うんですけど、やればだいたい10分ぐらいで、予報終わるので、こういう感じで畝を作って、で、あとはまあマルチを、張っていく作業、だいたい1畝20分ぐらいで、50m ぐらいはできるようになりました。よし、ここからさらに元気注入してやっていきたいと思います。じゃん、こちらに見えるのが、白菜の気合75という品種の、白菜になります。まあ、植え付けてから、まあ、75日で、できるという品種なので、もう本当にもうここまで成長しちゃったのでちょっと遅いかな。もうここら辺に関しては本当に先週植えてもよかったと思うんですけどね、コロナだったんで、今日植え付けていきたいと思います。だいたいもうこっちの方がちょっと早いかな、1週間ぐらいちょっと早いなっていう印象があります、ね、こっちより。で、300ちょっとかな、300ちょっとの、苗を、レタスの、白菜の苗を、ここに植え付けていきたいと思います。はい、これから人力マルチャーを使い、人力マルチングをしていきたいと思います。マルチシートとは一般的に農業用の資材のことを指します。畝の表面を資材を用いて、覆うことをマルチングと言います。人力マルチャー頑張ります。マルチシートの種類としては、今回使っている黒マルチ、透明マルチ、シルバーマルチ、白黒マルチ、また、土に実際に還る藁とか雑草を使ったものも挙げられます。黒マルチ今回使っているんですけど、マルチのまあ役割としては草を生やさなかったり、土の保水、保温をアップしたり、土内の肥料などを雨によって流されることを守ってくれる役割があります。はい、今無事、人力マルチング完成しました。あー、ちょっぴりしんどいやべー、体力がすごい落ちてる。よし、ここからやっていきます。はい、おはようございます、元気マンです。昨日ちょっと動画回したんですけど、あいにくの電池がなくなってしまい、今日も引き続き、白菜の植え付けの動画を撮っていきたいと思います。はい、こんな感じです。熱い、いや無事植え付け完了しました。ちょっと疲れた。あとはあそこにある落ちてるポットをね回収していきたいと思います。
まあ、いろんな今野菜をとりあえず作ってみて、体感的に感じることとか、実際にそのどのぐらいの確率で発芽したりとかいいものができるかっていうのをね考えながら、やっていく必要があるのかなと思いました。まあでも本当にうまいんで白菜とかは全然味が違うし、その農薬使ったものと農薬使ってないものでは全然味が違うかもしれない。すげえ雨降ってきた。気持ちいい恵みの雨。ああ気持ちいい。はい、まあ、無事完成しました。見てくださいこれ。途中はねやっぱやってるとねうわきつとか思っちゃうんですけど、でもやっぱりこういう風に、ピシーンとできるっていうか、なんかまあ自己満なんですけど、こういう満足がねあるからこそ農業やめられないし、こういう風にね手立てっていうかそういう手をかけてあげてね美味しい野菜ができてくれるとめちゃめちゃ嬉しいですし、そういうのもね、いろんな方に、買ってもらって、届けられることが何故ない幸せです。元気マンチャンネル。はい、今無事、うね、二通り、完成しました。いやー気持ちいい。いやー汗が止まらないですけど気持ちよく、今日も終わろうかなと思います。また種まきは、次回やっていこうかなと思います。気持ちいいです。見てください、あれ白菜。いやいい感じです。また秋野菜、そして冬のね野菜が収穫できることを心待ちにしながら、管理とかね手をねかけてあげていただけれるようにこまめに管理していきたいと思います。ぜひ、チャンネル登録コメントいいねよろしくお願いします。またね、農業に関係したこととかありのままの全てをね伝えていければなと思います。本当にこれからが勝負なので、最強農家になるために一つ一つ全力で向き合ってやっていきたいと思います。それではまた会いましょう。バイバイ。